で、まあ、シシロンもさ、ナミの次がシシロンだったんだけど、なんか姉ちゃんのことがあったからさ、え、もしかしてシシロンもかなと思って、一応シシロンに連絡とかディスコードしたんだけど、それも気づかなくて、シシロンが、え、どうしようと思って、シシネネ二人で気づいてないとかあったら大変すぎると思って、それで二人のとにかくディスコードに気づいてほしいからさ、一瞬だけ通話にポンって入って、でポンって抜けて到着です。それで、え、今の何だったみたいな空気になって、さ、ディスコードに気づいてもらえて、ソウルサンドが欲しい。ソウルサンド、ピポンって言った。ピポン、あ、ピポンって言ってピポンって書いてた。あれ、誰か来なかった？ソウルサンドが欲しい。ソウルサンド、ピポンって言った。ピポン、あ、ピポンって言ってピポンって書いてた。あれ、誰か来なかった？ねえちゃん、ん？ディスコ見た？え？私なかったよ、今。え、違う、ねえちゃん、ディスコードを見てください。あ、ほんとだ、ほんとだ。あれ？ちょっと待ってね。今日だっけ？そうだよ。完全にミスった。私は大丈夫。あー、ごめんなさい。あ、ねえちゃん、私45分。あ、いけるいける、一緒に謝りに行こう。うん、一緒に謝りに行く。